はい、ということで、本日のテーマなんですけど、まあ、東京都知事選も終わってですね、まあ、一時時間経ちましたよと。東京都知事選はいかさまですと。政治に期待する前に個人弟子さんを守る術を身につけろというお話をちょっとしていきたいと思います。まあ、今月のことですよね、皆さん。東京都知事選が7月7日にようやく終わったと。で、今回小池さんが3回、連続か、都知事に決まって、SNS でもかなり話題になったと思うんですね。しかも投票率っていうのは 60% 超え。ここ10年間で一番高かったってことですごいよね。まあ、TikTok とかね、YouTube とかでも都知事選の動画ってかなりバズってると思うんですけど、まあ皆さん見ました。特に話題になってたのが、広島の元市長石丸さん。まあテレビ討論会でも小池さんをめった打ちにしてたね。まあそんな様子がね、あの SNS でバズったからこそ今回の投票率につながったんじゃないかなと思ってます。ただまあ僕は今回の都知事選にね、まあ、かなり違和感、まあ違和感を感じてる人多いんじゃないですか。まあどこで違和感を感じたのかとか、まあこれからね、日本がどのように変わっていくのか、まあこのあたりをね、深掘りしていこうかななんて思ってます。はい、ということで本編話す前にもしよろしければ皆さんいいねお願いします。あとはね、こんなことが知りたいよとか、こんな企画が見てみたいとか、まあ何でもいいのでコメントいただけますと嬉しいです。まあ、コメントしづらいよという方はね、公式 LINE に送っていただいてももちろん構いません。都知事選3人出ましたと、最後ね。で、3人分の公約なんですけど、東京都知事選について深く話す前に、あまり選挙の流れとかね、内容知らないよって方も大きくいらっしゃると思いますので、話題になった3人を最初にちょっとまず簡単に見ていきたいと思います。まず小池さんね、前回に引き続き、まあ、現職として都知事選に立候補して、まあ、東京大改革 3.0 を掲げたわけですよ。まあ、ここでね、キャッチコピーは3つのシティだったんですけど、皆さん何かわかりますか？わかる？シティ。答え発表しますよ。正解はセーフシティ、ダイバーシティ、スマートシティの3つです。まあ、他にも少子化対策として、まあ、保育料無償化の、まあ、拡大を公約にしていたわけですが、まあ、あとは次に蓮舫さんですね。はい、蓮舫さん日本切り売りしてますよ。蓮舫さんは7つの約束、多いね、7つだよ、3つ超えて7つ。まあ、これを公約に掲げて本物の東京大改革をすると訴えてたわけですよ。まあ、特に、まあ、1つ目の現世代の手取りを増やすこと、まあ、4つ目の本物の行政改革っつってね、行政のね、あの財政改革に力を入れてるようでした。まあ、蓮舫さんは若者向けの対策だったけど、小池さんを意識したようなね、発言が目立ってたから、それは勝てるわけないよね。8年前の小池さんの公約は7つの0、今回の蓮舫さんの約束っていうのは、公約っていうのは7つの約束ね。小池さんが自民党のね、都連はブラックボックスという発言に対して、蓮舫さんは財源はブラックボックスと対比させるように言ってたわけですよ。何の言葉遊びだよね。選挙って面白いよね。そして最後に石丸さん。この方かなり話題になってましたよね。まあ、皆さんも SNS とかで出回ってきたんじゃないですか。なんで、話題になったかっていうのはおいおい説明するんだけど、まずは公約から、紹介します。3本の柱を打ち出してたんですけど、3つとも漢字4文字です。皆さん分かりますか？ちょっと難しいかもしれないね。はい、正解は政治再建、そして都市開発、そして産業創出の3つ。まあ、最終的な選挙結果つまり1位が、小池さん大体まあ290万票で、2位の石丸さんが160万票で、3位が、蓮舫さんで130万票。メディアのね、偏った報道ですよ。テレビでは小池百合子をしてたわけですね。ただまあこの選挙結果なんだけど、実はネット上ではいかさまなんじゃないのなんていう声が上がってます。っていうのも今話題になってるのがネットのこう討論会なんですけど、皆さん見たことあります？ネット討論会っていうのは、玉上さん含めた、立候補者4人が質問に答えながら、討論していくものなんですね。で、石丸さんの回答に他の候補者は歯が立たず、本当にこんな人たちに日本代表する東京を任してもいいのと不安になる人もいたほどですよ。で、そのせいなのか、この討論会がテレビで放送されることはなかったんですね。視聴者から民放でノーカット放送すべきとか、石丸さんの圧勝とかね、たくさんコメントが出てる状態、まさにいかさますよね。切り抜いて報道するっていう、日本が小池さんを勝たせようとしてるっていうのはバレバレですよ。で、日本の首都を、ね、代表するような人を決めるのに裏側で大きな力が動いてるよって、年々すごいからね、日本なんか。まあ、そんな国を、ね、信用してるといつか痛い目っていうか、もうすでに痛い目あってるでしょ。で、自分の身をね、自分で守るのがベストなわけですよ。特に最近は日本が推してる新NISA かなり話題性ありますよね。かなり話題性ある。
ってる人いるんじゃない？今見てくださってる中にも積み立ててる人いるんじゃないの？まあ、確かに資産運用に対する姿勢とか考え方は素晴らしいと思います。ただね、株式とか債券のような金融資産っていうのは世界の経済動向とか地政学的リスクをねダイレクトに受けやすい投資先だから、ロシアのウクライナ侵攻とかさ、あのウイルスが再来してしまったら一瞬で下落したよね。もうそれ過去に習えばそういうもんじゃない。つまり皆さんの資産が一瞬でなくなる可能性あるわけです。そんなのって最悪じゃん。だからフルベットをするなって思いますよ。別に新ニーサを買うなとかそういうこと言ってんじゃないっすね。それは一部だよねって。だからポートフォリオを組もうよって話をさせてもらってるんですね。だから皆さんにこれだけは伝えたいと思ってるんですけど、今始めるべきは不動産とか金のような実物資産への投資です。もちろんアンティークコインもそのうちの一つ、まあ、少しでもね広い視野を持って、資産を手堅く守ってほしいなというふうに思います。はい。でまあね、今回の話聞いた限り、そろそろ前向きに資産形成について検討しようかなって考えた人がいたとしたら、ぜひ概要欄にある公式欄へお気軽に、ご連絡くださいませ。まあ、投資歴20年以上の僕ハイマンが全力でサポートさせていただきますから、少しでもね不安なこととか疑問点あればとにかく気軽に何でも聞いてください。最近いろんなニュースあるね。ハリス副大統領、あの人のニュースのね、あの報道とか喋ってるエピソードトークの後ろにはね、創価学会の池田大作さんの自画像がバーンってあるんですよね。だから多分あの人の背景に間違いなく創価学会ついてるから、お金も人もめちゃくちゃ集まりますよ。世界中からすごいよね。さてコメント読もうかな。ネオさん全く当選すると思わなかった。ネオさん切れなきゃダメっすよ。あの人切れてなお、魅力だ出るのに今回ずっと笑顔だったもんね。3人の中だと誰推しですけど、誰でもないっすよ。誰もいないっすね。この中だと40代で都知事になったっていう功績が欲しいって意味では石丸さんだけど、全然公約微妙だったもん。金次元は資産の所有する割合どれぐらいがいいですか？個人的には金次元の資産税気になるのであまり。そうね、持ちすぎも良くないんですけど、いくらぐらいのキャッシュのポートフォリオかによって比率は大きくありますよ。10万しかないっていう状態のポートフォリオなのか、100万円あるよっていうポートフォリオなのか、1000万あるよっていうポートフォリオなのか、1万円しか投資できませんっていうポートフォリオなのかによって全く変わるっす。うん、稼ぐ、増やす、守る、このあたりの考え方っていうのが全然違うから、フェーズで分けて考えた方が僕はいいかなというふうに思います。数千万円です。数千万だったらどれ、他がどれぐらいの何に投資をしてるかにもよりますけど、積み立て、金はもう積み立てのフェーズですよね。今ドカンと買うようなフェーズじゃないんで、かといって積み立てでコツコツやるの嫌いって言ったら、その積み立ての仕方をじゃあどうするかっていう考え方ですね。毎月1日にとりあえず冷凍水に買い続けるって人もいれば、例えば今資産のじゃあ30% を金に投資しようって考えた時に、 30% の中の 20% をまず投資して、20% 下落したらもう 20% 投資して、20% 下落したらもう 20% 投資してっていうようなドルコスト平均法的な考え方をされる人もいるから、そのどう投資をしていくかの全体戦略によって比率って変わるのかなっていうふうに思いますね。あとは YouTube ではちょっとお伝えできないような内容って本当にたくさんありますから、そういったことはね、コミュニティの方で配信しておりますので、ぜひコミュニティの方にもね、遊びに来てくださいませ。ということで皆さん、1週間の始まりでございます。最高なスペシャルな1週間をお過ごしください。ということで、それじゃあ皆さんおやすみ。今回の動画を見てアンティークコイン投資に興味を持ってくださった皆さんのために特別なお知らせがあります。今皆さんはコイン投資を始めてみたいけど難しそう、何から始めていいかわからない、そもそもどこで買ってどこで売るの、正直わからないことがいっぱいあるんじゃないでしょうか。僕もアンティークコインに出会った当初は右も左もまあ分からなかった、そんな状態だったので、その気持ちがね、ほんと心から分かります。しかもせっかく信頼できるようなディーラーを見つけたと思ったら悪徳業者だったとかね、そんなことも多々あるんですよ。僕は人の挑戦を踏みにじるような人を絶対に許さない。そんな人から一人でもね、多く救うために YouTube で動画発信をしています。そして何かのご縁で僕の動画に出会ってくださった方には、アンティークコイン投資に必要な知識をこれでもかってくらい詰め込んだ7つの特典を無料で配布中です。どうせお金かかるんでしょうなんて思うかもしれませんが、先ほど言った通り、すべて無料でお渡ししています。こちらの特典を受け取っていただければ、今すぐアンティークコイン投資を始められるような内容です。その内容が30分でわかるアンティークコイン投資のセミナー動画、
驚異の上昇率、値上がりコイン22銭、アンティークコイン投資の全てが分かる電子書籍、21ヶ月で資産を 3.7 倍にしたコイン取引銘柄リスト、最新コインの入荷情報、そして毎月数名限定の無料通話相談、そしてこれね、めちゃくちゃ面白いんですよ、お茶会の募集、受け取って損しない内容になってることは僕が保証します。そしてしっかりと資産形成を始めて、円安やインフレ、いつ何が起きてもおかしくない世界経済、そんなものに負けないような最強の資産防衛術を、特典を受け取って始めてみてください。値下がりリスクが少ない資産を保有するだけで、日々のニュースに不安を覚えることがなくなります。本当にこれだけでかなりストレスフリーな人生になるんですよ。僕も今までいろんな投資をやってきましたが、何度も精神が崩壊しそうになりました。ただアンティークコイン投資に出会って人生が180度変わったんですね。皆さんにも一度きりの人生をストレスフリーに楽しく生きてほしいので、ぜひ動画の概要欄から公式 LINE を登録してプレゼントをお受け取りください。お待ちしております。